チャラリンコクッキング。はい、チャラリンコ。はい、今回はね、めちゃくちゃ美味しい焼きそば作ります。焼きそばの作り方を紹介します。で、これね、安い焼きそばです。ね、まあ、3食入って98円のスーパーで安売りしてるやつですね。まあ、マルちゃんとか島田屋とか、あとコンビニのね、3食入りで100円ぐらいで売られてる安いこういうソースと麺が一緒になってる、麺を、めちゃくちゃ美味しく1ランク3ランク5ランク美味しくしちゃう裏技紹介します。史上最高世界一美味しくなる5つのポイントに注目してください。いろんなねポイントがあるんでぜひね覚えて作ってください。で、材料は今回この蒸し麺、3食入りの 2食分使います。今回はキャベツが 130g で人参が20で、あと小ネギ、刻んだのを用意しておいてください。で、豚肉がこれ 100g です。はい、あ、まあもやしとかね、中華の深蒸し麺とか片焼きそばとか上海焼きそばとかあんかけ焼きそば作るときもやしとか入れたりしますけど、自分は、ね、入れないです、はい、で、まあこんな感じ、はい、で、肉の方ね、これ肉はね、バラでもいいし安いね、豚バラとか豚こま切り落としとかでいいです。はい、で、これにね、ちょっとねワンポイントだなとね、この豚肉、今回肩の切り落とし 100g ですけど、これにねちょっと下味をつけます。肉に味がないと美味しくないから、酒少々、ちょっとね酒少々入れてやると、肉がね臭み消えて柔らかくしっとりするんですね。はい、ちょっと酒を入れてやって、塩ね一つまみで、胡椒少々で、下味をねつけてやります。はい、これがねワンポイント、肉に味をつける。で、麺の方はね、ちょっとこう袋に切り込みを入れて、袋に切り込みを入れてやって、これでね、電子レンジ600ワットで1分チンします。はい、じゃあ1分チン。はい、電子レンジでこれ1分半ですね、1分半チンしました。はい、そしたらこれを袋から取り出します。で、はい、ここでワンポイントね、もうこれぐらいね湯気が出るぐらい熱々になるまでレンジで温めてください。はい、したらもうすぐにここに油、菜種油とかでいいんで、ちょっとねこの油を絡めてやる、麺に油をねなじませる、これがポイント。これでコシのある麺ができるんですよ。伸びないしくっつかない、もうこれやることでくっつかなくなるし、ほぐれやすくなるしね、時間が経っても伸びない、伸びにくくなるっていうね、ほらこう油をこうね回すことによってちょっとプリッとした弾力が出たの分かります？麺にちょっとプリッとした弾力が出た感じしますよね。温めてもう湯気が出るぐらいまで温める、したら油大さじ1杯ぐらいを、麺にねこう絡めてやる、これがワンポイント。はい、これキャベツがね、130g です。これもね、なるべく葉っぱの方を使います。で、まあ、こう繊維がありますよね。で、繊維をこう垂直に切っていくと野菜っていうのは旨味があります。ただ旨味が出るだけじゃなくて水分も出ちゃうんですよ。なので、まあ、ちょっと芯のこういうこういうところ、こういうところは取ってやって、せっかくねキャベツ使うんだから野菜の旨味を出したいですよね。だから、繊維垂直にこの葉っぱの方は切っていきます。こんなもんでいいでしょう。ちょっとね短冊、麺と絡みやすいんですよ。まあなんかこうこれぐらいの大きさのがザクッと入ってるキャベツがね見栄えがいいって感じしますけど、意外とね麺と絡む方で切った方がうまいんです。で、この芯の部分、芯のところは硬いんで、これはね繊維に沿って切ります。細く切ってやる。で、こういうとこも入れてやんないともったいないから、こんな感じで切ってやる。野菜の量すごい大事なんですよ、水が出ちゃうから。玉ねぎとか入れてもいいけど、まあほんのそんなにね量いっぱい入れるともうほんと水っぽくなっちゃうんで、人参も色程度 20g、 まあ、もう今回これだけね、人参、キャベツ、小ネギ、これだけでいきます。シンプルがうまいソース焼きそばは、ソース焼きそばのソースを作っていきます。これだけを使うんじゃなくて、ちょっとあるものを混ぜるんですよ。ちょっとコクと香りが弱いんですよね。
はい、したらここにね、お酒大さじ1杯、それと、ウスターソースですね。ウスターソースを大さじ2杯、野菜入れて炒めるから味が薄まるから、まあ、そういうのも考慮してって感じです。はい、醤油が大さじ1杯で、これよく混ぜます。いや、このソースがやばいんですよ。もうペヤング超えです。で、このソースの作り方は、普通にね、コンビニで売られてる安い焼きそばの粉末のスープとか、スーパーで売られてる3食入りのね、まるちゃんとか島田屋とか、どんなやつでも同じ作り方でめちゃくちゃ美味しくできるんで、ぜひ試してみてください。それじゃあね、炒め調理に入っていきます。フライパンでね、いいです。できれば鉄のフライパンとか鉄の中華鍋が、温度がね、一定で下がらなくていいんですけど、まあ、こういうフライパンでも全然できます。で、フライパンちょっと温めてやって、ちょっと多めの油をね、ちょっと多めに入れます。大さじ3杯ぐらいの油ですね。これで麺を揚げ焼きにしてるんですね。麺を入れます。麺を炒めるっていうか、麺を焼いていくんです。ちょっとこうフライパンに押し当てながら麺を焼いていく。で、しっかりね、焼き色がつくまで焼いてください。焼き色がもうついてると思うんで、これひっくり返します。あ、いいね。ちょっとね、表面がパリッとした感じですかね。で、反対側も同じように、パリッと、こんな感じで焼き色がつくまで焼いてください。こんな感じです。パリッとした食感が美味しいんです。小麦の香ばしさが出るんですね。よっ、あ、いいね。パリパリッと焼く、まあ、これどこまで焼くか好みですけど、自分はこれぐらい、ね、両面完全に全てをパリパリにするんじゃなくて、表面上下をパリッと焼くぐらい、自分はこれぐらいが好きです。全部パリパリにする、まあ、これ好みですね。で、ざるに開けちゃいましょう。はい、で、ここで油をしっかりね、切ってください。ラードです。ラードが 5g、 まあ、なければ普通の菜種油とか、しらしめとか何でも大丈夫です。ただちょっとね、ソース焼きそばには、このラードが合うんですよ。まあ、今回豚バラじゃないから、あんまりね、脂身のある肉を使うわけじゃないから、このラードを使ってますけど。はい。で、これでまずね、この豚肉から炒めていきます。じゃあ肉のね、赤いところがなくなったらこれも取り出します。八分同士です。そしたらね、また今度菜種油でいいんで、ちょっと入れて、今度野菜をね、炒めていきます。人参細く切ってるんで、まあ、先に人参ですね。野菜はそんなにね、火をしっかり入れるんじゃなくて、もうさっと油を回す程度で、あまり炒めすぎない、水が出ちゃうし、シャキッとしたね、野菜の方が美味しいですから。はい、で、野菜全部入れちゃいます。はい、パッといきます。ツヤが出るまで炒めたら、ここに焼きそばの麺と肉、麺を下にして、はい、これがポイント。キャベツで蓋をしてやる。麺を下で、キャベツを蓋、キャベツで蓋をしてやる。で、これでちょっと蒸らすんですね。
はい、そしたらもうこの液体ソース入れていきます。うわ、すごい香り。で、あとほぐしながら炒めてくって。うわ、なすげえうまそう。パリパリ。このね、濃いめのソースがうまいのよ。はい、もう見てください、もう。すごい麺がパリパリでしょ。パリッともちっと野菜はシャキ。はい、これがね、めちゃくちゃうまいんです。はい、じゃあ盛り付けてきます。おー、うまそう、パリパリ。いいね、小ネギをかけます。このね、ネギの風味がね、いいんですね。ソース焼きそばに紅生姜は絶対つけないとね、もうソース焼きそばになりたて、紅生姜たっぷり、イエーイ。テンション上がっちゃう。おかかをかけるのが好き。七味唐辛子、七味唐辛子をね、かけるのが好きです。まあ青のりとか好みですけどね。僕はこの削り節とおかかとこの七味唐辛子で食べる大盛り焼きそば、これがね、もう最高、大好きですね。もう週に1回は食べる。はい、じゃこんな感じですね。いつもの、安いソース焼きそば、ね、袋麺のソース焼きそばが5ランク上の美味しさになります。ぜひ作ってほしいと思います。それではね、いただいてみたいと思います。見てください、パリッともちもち。いただきます。うん、めちゃんこ美味しい。もうね、これね、めちゃんこウルトラスーパー美味しいです。もうね、歯ごたえが全然違います。麺の食感、歯ごたえ、ソースの香り、グレードがすごいアップしてる。もうこれほんと作った方がいいですよ。うん、こんな美味しいソース焼きそばないっす。本当にね、びっくりしますよ。ぜひね、これで作ってください。これね、 YouTube ではもちろん一番です、優勝です。絶対これ以上うまい焼きそばもうない。うん、うん、最高。うん、98円の3食入り、98円の焼きそばを使って、5ランク上のね、美味しいソース焼きそばにそれを紹介しました。本当にね、5ランク以上の味です。これで1500円くらい取れちゃうんじゃないかっていうぐらい味になってます。もう冗談抜きで本当にうまいんで、もうぜひね、作ってみてください。これが美味しそう、作ってみようね、思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、今のボタンポチンコお願いします。ぜひ作ってください。